どうも、レウンゲーム TV です。今回は、先日のアップデートで追加された新リアクションを使ったちょっと面白い応用的な使い方をいろいろ考えてみました。ピアノの前に椅子を置いて座ってワクワクのリアクションをしてみると、まるで本当にピアノを演奏しているっぽい映像を撮ることができます。さらにハープの前で讃えるのリアクションをしてみると、ハープを演奏して綺麗な音が出ているような映像に、他にもいろんな楽器の前でリアクションをすることで演奏しているっぽい映像を撮ることができます。ワクワクのリアクションをパソコンの前でやると、データを入力しているっぽい動作に、アーケードゲームなどの前でやると、ワクワクしながらゲームを楽しんでいるっぽい映像に、他にも家事や作業をしているっぽい映像を撮れたり、ワクワクのリアクションはいろんなことに応用できます。万能すぎる。何人かで横に並んだ状態で、さあどうぞのリアクションをすると、みんなで手をつないでいるような微笑ましい映像を撮ることができます。さらに人数を増やしてみると、手をつないで輪っかを作ることができます。かわいい。くんくんのリアクションをしている人の後ろに立ってリアクションをすると、肩たたきやマッサージをしてもらってリラックスしているっぽい映像になります。服を魔法使いっぽい格好にして、讃えるのリアクションをしていろいろやってみると、まるで魔法をかけて召喚したり消滅させたりしているようなミステリアスな映像を撮ることができます。以上、新リアクションの応用的な使い方集でした。